はい、どうもみなさんこんにちは、太陽豚です。今日も妖怪ウォッチ3寿司バージョン前回続きからやっていきたいなと思います。まあ、前回はね、このダルマット、まあ、ダルマット、うん、ダルマット、ダルマットにね、まあ入ってきたわけなんですけども、まあここの最上階に行けば、ザ・ダルマ師匠っていうね、妖怪と、まあ、最強の妖怪と戦えるみたいなんですけども、今ね、今ねっていうか前回までの感じだと、まあ、2階までね、まあ、進んでこれたわけなんですけども、まあ、2階でもね結構きつい。うん、なんでね今回3階に行きたいなと思います。いや3階絶対 S ランクっぽいな。いや、しかも結構あるね。1,2,3,4,5,6。まだ6段以上ある。なんじゃこいつは。これ誰？風魔猿。なふーん、よく来たな。ここは第3の試練だ。ここまで勝てたかもしれないけど、俺はそうはいかないぜ。さあ、バトルを始めるぞ。はい。今度だって負けないにゃん。敵も強くなっているはずです。油断していきませんよ。うわー、回復系ガチでいるし、うわ出たー S ランク。こっちは A ランク。うわ A ランクじゃん。いやー西洋館ってね回復系なんですけど、両サイドに回復系ってえぐいな。よし、これでいきましょう。いやとりあえず防御力上げていって回復しながらぼちぼちちょびちょび削るっていう方法。いやこれクッソ強い、クッソ強いぞ。いや100とか回復すんの、これやばいな。いやこれ回復と攻撃が追いつかないんだけど。いやーこれきついぞ。もうブラスターでなんとかするしかない。攻撃でなんだか、攻撃で止まって、よーしいいぞ。で西洋館を、いやこれブラスターじゃないともう削れないでしょここまで。あ、しかもキュン太郎の、いやーきつい。いやこれきついな。うわこいつ回復、あ取り付き、いやーこれきつすぎるな。ちょっとやばい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 。
極太ウサビーム。ちょっとブラスター、いや攻撃来て、よし、いいよ、あー結構外しちゃってるな、よし、いや結構削れたけどきついぞ、風魔雷電、いやーかっこいいね、いやーこれきついな、いやまだ回復する、おふくろさんの愛、うわー、よし、ブラスター来たよ。あー、嘘、マジかよ。攻撃来て、攻撃。うわー、きついわいやーこれはきつすぎる、よしこれにしよう、いやーこれきついわ、よっしゃー倒せた、いや強な、ふんお前たち強すぎるぞ、第3の試練合格だ、やりましたね、これでまだ3つ目の試練とは先は長いですね、ミーたちなら大丈夫だに、いやでもこれさ、すでにさ、かなり準備不足なような気がしてきたんだけど。だってこれさ、ちょっと待って。だってこれ回復薬なくなったらもうどうすればいいのこれ。うわー、どうだ。次緑ですね。てかめっちゃ上あるんだけど。あーもうだんだんやばそうなの出てきてるよこれ。ダルマット4の回。こんにちは。ここは第4の試練だよ。そろそろ疲れてきたんじゃないかい？いえ、まだまだいけますよ。1本
一方、そりゃよかった。弱ってる相手に勝ってもつまらないしね。早速バトルを始めようか。イエス。もちろん戦うにゃ。一角は一連食いようかい。手強い相手になりそうでウィス。気を引き締めて挑みましょう。一本。それじゃあ行くよ。まあ、こいつはSランクだよね。いや、これAランクのかまいたち。かまいたちもまず強そうなんだけど。いやー、これはなー、きついぞ絶対。いや強いもん。いやもう敵ね、このブラスターに頼るしかない。もう本当に、うわー、友達かよりによって。できれば攻撃してほしかったな。何これ。うわー、エルシャクレード死んだ。いや、これきついな。やばいやばいやばい。もうブラスターに頼るしかない。ちょっと1体を確実に削るっていう作戦でいこう。よし、もうちょいだ。よし、これでいくぞ。これで守りをアップしろ。よーし、いいぞ。いやー、これでなんとかいけないかな。うわー、回復系かこいつ。もうブラスターで削るしかないんだよな。よし、来い。いいよ。いいね、いいよ。これはよーし、いいぞいいぞいいぞ。よーし、いいよ。
だいぶ来たよ、これは。だよね、食らわないよね。よし、とりあえず攻撃だ。でもこいつ回復を覚えてるからな。うわ、これきついぞ。600回復。回復量が多いな。頑張れ頑張れ。あとはブラスターで削るしかないな。来い、よし、いいぞ。なあ、きつい。いや、削りきれないな。よかったー。いやいや、なんとかね、この危なっかしい感じで進めてきてるぞ。一本取られたぞ。まさか一角が負けるなんて。これじゃあザ・だるま師匠に怒られちゃうよ。やりましたね、四つ目の試練クリアでウィス。次はどんなやつが待ってるんだろうな。どんなのが相手でも勝てばいいだけにゃ。うん。いやー、でもね、持ち物が大体これちょっときついな。だんだん底をついてきてるな。ちょっと待ってよ。人参。よし。はい。ってなわけですね。今回は、ダルマ島の4回までなんとかね、勝てたので、次回はですね、この5回ですね、にちょっと挑戦してみたいなと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左下の方にチャンネル登録はこちらというバナーの方があると思いますので、そちらの方をクリックしていただければ大変嬉しいです。それでは、またねー。